オブザドア。うぅー、カオリー DJ ケオリー。さあ、皆さん、リュウジです。ということでですね、今回ですね、私がやるですね、至高のブリ大根。豚バラ大根は一回作ったんですけども、まあ大根シリーズはね、いっぱいあって、まあ鶏大根もあるし、ブリ大根もあるんですけども、僕の作る魚料理って全然伸びないんですけども、ただですね、魚も皆さん食べていただきたいなっていうことで、再生数は全然伸びないんですけども、伸ばしていきたい。皆さんに美味しいお魚を食べていただきたいということで、作り方自体はね、オーソドックスだったりもするんですけども、ブリ大根が美味しくなるポイントですね、説明しながらですね、楽しくやっていきたいと思いますんで、スーパーで売ってるブリで最高に美味しくできるブリ大根作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。まずね、ブリね、3切れから4切れ、今回4切れ用意しましたけども、 300g ぐらいですね。で、大根400から 450g ぐらいのものを用意してください。はい、これ皮むいて、大根やっていきます。はい、生姜ですね、生姜ね、 10g の塊を2つ使ってください。片方は、薄切り、薄切りとか千切りで、片方はすりおろしで使っていきます。そうするとね、ダブルの生姜の効果でめちゃくちゃ鷹の臭みなし、至高のブリ大根やっていきたいと思います。まあもう、至高のブリ大根作る上で何が重要かというと、やっぱね、お魚ですよね。お魚もちゃんと理解することが大事だと思いますね。魚のことを理解していきたいと。魚のことを理解するために僕が水を得た魚になっています。俺が大好きなジンなんですよね。ピノピ結構高いんですけど、めちゃくちゃいい香りする。山椒の香りがするんですよね。酒を飲んでですね、水を得た魚ならぬ酒を得た龍神になっていきます。乾杯。くー、楽しくお料理をしていくことができます。やっていきたいと思います。 450g にしました。はい、そしたらね、ピーラーでね、皮むいていくんですよ。皮むかないね、大根料理も僕結構多いんですけども、今回ね、皮むいちゃいます。ブリ大根ってね、やっぱり大根がしみしみな方が美味しいので、皮がついてるとですね、皮の部分結構しみないんですよね。はい、こんな感じ。はい、この感じ。はい、で、この皮はなんかね、まあ、僕いつも言ってるんで、きんぴらとかにしていただいてもいいんですけども、まあ、オリーブオイルとかでね、ニンニクと唐辛子とオリーブオイルでペペロンチーノ風にしても美味しいんです、実は。で、これ取っといてくださいね。はい、大体に 1.5 センチ幅、はい、これぐらいに、切ってください。はい、これぐらい。あんまり太いと短時間で味が染みなくなりますし、あんまり太いと味が染みなくなりますし、あんまり薄いと食べ応えがなくなってしまいますんで、半分にしてください。半分にした方がですね、だから半月ですね、半月にした方が一つ一つがね、よく味が染みますし、今回はね、煮る時間がだいたい30分ぐらいでできるブリ大根になりますんで、半分にしていただいた方がいいと思います。生姜は半分はすりおろすんで、もう半分は薄く切って千切りね。で、皮付きのままでいいです。生姜ってのはね、結構皮に香りの強い成分がありますので、皮はね、基本的に土とかで汚ってなければ、そのままで、結構です。こっち千切りでできましたね。こっちはすりおろしで、こっちは千切りね。ダブルの使い方で、ブリの臭みを、抜いていきます。おいちょんち。ブリはね、今回切り身のものを用意したんですけども、もしね、あればブリ大根用のブリって売ってるじゃないですか。ああいうのでも結構です。今回はブリね、と切れを、まあ、大体、3カットぐらいね。個人的には脂の乗ったね、ところのがいいかなと思いますけども、気になる方はね、ここ、鱗があんま落ちてなかったりもする時もあるんで、包丁でカリカリっとやってると鱗が取れますからね。市販で切り身で売ってるようなものであれば、そんなに鱗を、気にする必要もないのかなっていうふうに思いますね。で、これ3等分できました。そうしたらお塩振っていただくんですね、これね。まあ、全体的にパラパラーっと、お塩振っておくと浸透圧でね、このブリからね、水が出て、それが臭みの原因になったりするんで、全体的に塩を軽くね、軽く振ってください。数分置いとくとすぐ水気が出てきますんで、軽く拭き取ってから、調理に行きます。ほんと数分置いて、浮き出た水気をちょっと拭き取りました。油ね、もうね、大さじ1ぐらい入れちゃっていいです。はい、火をつけて温めていきます。
します。これブリ大根やるときは臭みを取る方法大きく分けて2つあるんですけども、ザルに乗せて熱湯かけて霜降るって言うんですけども、お湯でこう表面の匂いをこうね、熱しながら流すみたいな感じですねのもあるんですけども、今回はですね、焼き霜って言って焼いて、臭みを飛ばす、方法があるんですけど、それをやっていきたいなっていうふうに思います。焼き魚とかって臭くないじゃないですか。焼いても匂いって抜けるんですね、これね。ある程度、温まったら中火にしていただいて、ブリを、焼いていきます。焼き霜ですね。そのまますぐ煮てしまうとですね、結構ね、ブリの匂いって、出てくるんで、こんな感じで先に焼いていって、あんまり焼きすぎると硬くなっちゃうので、全体的にちょっと焦げ目がつくぐらいで全然平気です。ブリの香りが結構してくる。ブリの香りがここでしてくるってことは空気中に飛んでるってことなんですね。軽く焦げ目がつくぐらいですね。軽くね、焼き魚的なこんな感じで、ちょっとね、薄いこう芝犬色、こんな感じの色ですね。ひっくり返したら、まずね、この生姜入れていきます。千切りの生姜とおろした生姜っていうのは違ってくるんで、千切りの生姜は口に入れた瞬間に香ってくるんですね。で、すりおろした生姜は、煮汁に、香りを持たせます。だからね、役割が違うんですね。裏ももういい感じに焼けて、いってると思いますので、ここで大根、はい、大根をできればね、ブリっていうのは塩がついてるんで結構ね、味が染みやすいんですけども、大根っていうのはですね、煮汁にがっつり浸からないとダメなんですよ。大根はですね、ブリをね、下に入れるんですね、これね。ブリはね、大根の上に乗せちゃうんですよ。大根に味が染みます。ブリっていうのはお魚ですから、煮汁をそんなに吸わせなくてもうまいんですよね。なんですけども、大根は大根なんで、やっぱりこういうところに入れていただいて味を吸わせてください。はい、ブリの脂がね、大根にね、下に染みますね。ブリと大根が、これでいきましたね。で、今、火は消しております。消した状態でですね、調味料を入れていきます。味の根幹になるお醤油ですね。お醤油が大さじ、2と半分、はい、これぐらいでございます。お酒もまた臭みを取って、くれますし、旨味も加えてくれるんで、お酒が大さじ2杯です。はい、僕に大さじ1杯の、お酒を入れていきます。きくわーこれ。今回みたいなお酒をいっぱい使う料理だったら違うんですけども、今回みたいなお酒を大さじ1とか大さじ2杯とかでやる場合は、僕は清酒を使ってるんですけども、塩分とかが入った料理酒とかでも可能です。料理酒の、清酒の違いっていうのは、料理酒はそのまま飲めないように塩分がついてるんですね。酒税法に引っかかんないんですよ。なんで、料理酒っていうのは安く買えるんですけども、ちょっと塩分がついちゃうんで、その塩分を考慮して醤油気持ち減らすとかっていう風にすれば大丈夫だと思います。この分量で大さじ2だったらそんなに気にしないでも大丈夫です。みりんですね。みりんは、照りと甘みをつけます。はい。で、お砂糖ですね。お砂糖が大さじ1杯。もうこれはもう絶対的にパラパラっと、ね。お水。大体 150cc ぐらいで大丈夫です。はい。で、これ中火で煮ていきますね。味の素入れます。至高の豚バラ大根の時は鰹節と味の素の、混合でやったんですけども、今回はですね、せっかくブリがあってブリの香りを今回活かしたいので、本当にブリ大根では昆布出汁で結構あったりもするんですけども、昆布だと結構ね、出汁を煮出さないといけないので、今回味の素、昆布と同じグルタミン酸の旨味が入ってますんで、味の素を使っていきます。2、3、4ですね。はい、これも皮ごとで結構ですよ。はい、ブリがね、結構たっぷりめに入ってますんで、はい、今回ね、4切れでやってますけども、なかったら3切れとかでね、やっていただいても美味しいですんで、はい、で、1回沸かします。沸くまでね、ちょっと火入れていきますよ。大根が全部使ってるなっていうのを確認してくださいね。今沸きましたね。中火に落とします。中火より気持ち弱めの火でいいです。で、これを蓋をしてですね、大体30分ね、煮込んでいきます。途中で大根とかひっくり返していただいて、それをやりながら30分ですね。はい、やっていきたいと思います。はい、ということですね、煮込まれました。30分煮込んでいただいて、オープンしていいですか。オープンザドア。うぅー、かおりー DJ かおりー。煮汁がね、こんぐらい結構ないですねっていう風になると、もう大根にかなりがっつりと味が染みております。で、これを今から持っていきますね。大根、ブリ、
途中ね、ひっくり返していただくと結構ね、大根も全体的に染みますから、やっぱり30分で煮えるってすごくいいですよね。今回下茹でとかもしてないんで、いいんじゃないですか。はい、パラッといいかもしれないですね。はい、至高のブリで完成。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。獺祭の焼酎ね、これブリがちょっと甘めに設定されてるんで、焼酎合うんじゃないかなと。それじゃあいただきます。食べちゃうぞ。いただきます。ちょっと待って、うまっ。デーコンやべえぞ、しみてんなこれ。これちょっとやばいわ。こういうブリ大根を出す店に行きたい。今まで食ったブリ大根なんか一番うまいわこれ。ほらこんな短時間なんだけど、味がめっちゃ染みてる、この大根に。ブリの身もすごい柔らかいし。染みかな。染みいきましょう。七味でした。七味が最高。今日はもう全員集合だよ。8時だよ、全員集合。いただきまーす。うぇーす。まず、獺祭いただいて。うまっ。うまっ。うまいね、これ。うまいなぁ。めっちゃすっきり。うん。じゃあ、その大根から。デーコンから。いただきます。デーコンいっちゃってください。すごっ。いや、うまっ。うまっ。ブリ柔らか。サメはね、煮込みで全部取れるのよ。でも味ちゃんとします。味ちゃんとする。大根がさ、なんでこんなうまいのって感じ。うん。30分でこの味を。シミ結構化けるから、やったほうがいい。居酒屋ランチ出てたら俺絶対これ頼むわ。あ、七味うまっ。七味うまいじゃん。七味合うんよこれ。これ合うね。マリアージュ完璧。合うなこれな。スタッフの食の住みがいい会は神会っていうことなんで、これはね俺やった方がいいと思う。ブリ大根でもっとねひたひたで煮るんですよ。なんだけど 150cc っていう最低限なんで、水分量で。そこに大根を沈めた状態でずっと加熱することによって味がギュンギュン入ってくる。大体のブリは大根の上に買ってるから、ブリ自体は蒸されてる状態になるんだよ、ね。うん、だからめっちゃ柔らかい。最近ずっと鰹節続いてたから、うん、今回は鰹節も抜いてブリのこの香り、ブリの良さを生かそうと思ったらめちゃくちゃ生かされてる。うん、中火っていうのがポイントで、ポコ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 って中でいってる中で蒸気がバーって逃げてくる中で、この臭みが抜けてくんだよね。全く臭みない。臭みとかだから煮ちゃったりしたら若干臭み出るっていうイメージだったけど、全くないから。そう、衝撃だわこれは。この至高のブリ大根最高に美味しいんで高評価お願いします。これはでもバズってほしいな。こういう地味なもんこそバズってほしいな俺は。そうね。